こんにちは、ヒロ内藤です。先日僕の YouTube チャンネルもついに登録者数が3万人を超えることができました。応援してくれている多くの皆さん、本当にありがとうございます。僕にとってはやっぱり皆さんの応援がいろいろなエネルギーを僕に与えてくれるんですね。これからももっともっといろんなことを紹介して頑張っていきますので、応援よろしくお願いいたします。さて、そんな中、今回は先日僕が2022年のアイキャストショーへ出かけていって、友人でもあるチャッド・ワーナーさんと話をしている中、あのジェイソン・クリスティのバスマスタークラシックの優勝に結びつく彼の新しいアプローチ、これがどんな経緯で生まれてきたか、ここにね、僕はね、感激したものがものすごく多かったんですね。自分の釣りを自分のために進化させる、その進化をさせるためのスタートポイントっていうのは偶然に生まれるものではないんです。何かに当たってそこから解決策を見出そうとした時、もしくは何かに好奇心を持ってこんなことができたらなっていうこと、そんな発想から生まれるものってものすごく多いんですね。今日は彼の釣りがどう生まれてきたかっていうのを理解することによって、自分の釣りを進化させるヒントがその中からいっぱい生まれてくると思いますので、そこを紹介してみたいと思います。自分の釣りを進化させることができるのは自分以外の何者でもないんですけれども、これはね、漠然と思っていても起きないんです。そのためにまずね、2つのことを絶対に理解しておくと便利なんですね。1つ目は僕が今までも散々語ってきたことなんですけれども、ルアーを使ってバスを狙う以上、何を知っておくべきかという3大重要要素という説明で僕が紹介させていただいた一番大事なゾーン、これを決めるという考え方、そして2番目がリトリーブスピード、そして3番目がルアーアクション、この3つ、もちろんそれ以外にルアーのサイズであったりカラーであったりっていうものは出てくるんですけれども、その優先順位ってもっとずっと低いところなんですね。ものすごく大雑把に言ってしまうと532と言って、その重要度はゾーンを決めることが全体の 50% の重要性を持ってくるんです。そして2番目に重要なのが何よりもリトリーブスピード、これの設定なんですね。そして3番目がルアーアクションになるんです。もう一つの内容は、実は上達に必要なかきくけこということを昔紹介したことあるんですけれども、かは感動のか、きは興味のき、くは工夫をするのく、けは経験を無駄にしないということのけ、こは好奇心を持つということのこなんですね。この気持ちを持っているとスタートポイントがものすごく見つけやすいんです。それではジェイソン・クリスティが彼の新しいアプローチ、どう行き着いたかということをもう一度紐解いていきながら、少し詳しく説明してみたいと思います。最初にね、何があったかというと、今から7、8年前、2015、6年ぐらいのことですよね。ガーミン社が実はパンオプティックという指向性の非常に狭い魚探の発想を出してきたんです。それをすることによって何ができるのかっていうと、リアルタイムで自分の前で何が起きているかをずっと見続けることができるんです。ジェイソン・クリスティはその開発の段階から、最初の段階からこのプロジェクトに関与していたんですね。そんな中、彼が気がついたことがいくつかあったんです。そのうちの一つ、それは自分のルアーが動いて近づいてくるのが分かる中、見える中、それについてくる魚も見えるんですね。ところが、ある段階まで来てルアーが船に近づくと、その軌跡がどん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 シャロー側に移動してくるんです。ピックアップが近づいてきている時ですよね。この時に、それまでフラフラついてきたバスがそこで離れて潜ってしまうと。これを見た時に、今までだとそれって分からなかったのが、この魚をちゃんと釣れればなという
発想っていうのはもう自然に湧くと思うんですね。その時にこれを食わせるためにはどうしたらいいんだろうと。ゾーンが変わってしまったから魚が離れてしまった。ということはゾーン維持をもう少し続けることができれば食わせるチャンスが作りやすくなるのかもしれない。まず最初に頭をよぎったのがゾーンの発想なんですね。だけども距離が近づいてきたからもうこれはしょうがないという部分もあるんです。そうすると2番目に発想として湧いてくるのが、だったらばゾーン維持も重要なことなんだけれども浅くなる手前、それまでに食わせることができれば問題なくなるんだと。その時にどうしてももう少し仕掛けのタイミングを作り出したいっていうことで言うと、リトリーブスピードを遅くできたらば可能性が上がるかもしれないというスピードの変化の発想が出てきたんですね。ここが1点目。もう1点のこと。それは実は自分の狙ってる魚以外の魚が見えた時にその魚のゾーンがあまりにも違いすぎた場合、同じルアーで狙おうとしても届かないなっていうことが出てきてしまったと。そんな時にロッドを持ち替えて違うゾーンに送り込めるルアーを選ぶ。それを持ち替えてる間に視光角の狭い魚探ですから、船が風に流されてちょっと動くともう画角から魚が出てしまうんですね。そうでなくても魚がある程度動き回ってる魚だったりすると画面から消えてしまいますので、それが起きる前にすぐ打ち直したいとなると、そうなるとやっぱり便利なのはロッドを持ち替えずに同じルアーで違ったゾーンの魚を狙えることが非常に理想的なんだと。それが彼が今回行き着いたジグヘッドを使った釣りのように、待ちさえすればゾーンをもっと深くに落とせるというルアーへつながっていったんですね。ライブスコープを使うことによって魚までの距離と魚のいる水深、そして当然ながら魚探が向いている方向からどの位置にどの深さにいるバスかということが正確に把握できるようになってしまったんですね。ここからが僕はやっぱりね、ジェイソン・クリスティがトップバスプロとしてその狙いを定めた魚にどうアプローチを組むかというところがものすごく生きて出てくると思うんです。彼はまずジグを落としてずっとそこで誘いをかけて釣ってくる中、やっぱりルアーが手前に近づくタイミングを遅らせることができたらばストライク率は大幅に上がるだろうっていう予想をするんですね。そんな中、当然ジグヘッドですから軽くすれば比較的ゾーンを変えずにゆっくりしたペースで手前に近づくことはできるんですね。でもそれもあるところまで行くと限界があるんです。特に水深がそれなりにあったりするとやっぱりそれなりの重さがないとジグを送り込めないということも起きてしまいますので、彼は結果的に言うと16分の3オンスっていうのをメインに使っているようなんですけれども、それを使ってルアーの手前によるスピードを遅らせようとしたときにルアーを引く方向を自分側じゃなくて上側に変えることができればもう少し遅らせることができるだろうということで、何を考えたかっていうとラインなんですね。現在ラインの進化もものすごく凄まじい勢いでずっと続いてきている中、今はラインを選択することができるんです。例えばイラストにある4つのタイプの軌跡、ライン軌跡がこう描かれているんですけれども、一番最初の A に書かれているものは何かっていうと、彼が今回使っていた P ラインを使ったアプローチなんですね。P ラインを使った場合、ラインそのものは浮きますので、7メーター先の水深 2.5 メーターにバスがいるっていうことが、ライブスコープ上で確認できてしまえば、正確にバスの頭の上にルアーを投げて、着水後にベールを返さず、ラインをずっと送っていくんですね。そうすると、フリーラインでルアーは真下に沈んでいく中、ラインは浮いてますので、ずっと浮いていったラインが、下方向に下がっていくんですね。
大きなたるみをあえて作っといてあげるんです。それで 2.5 メーターまで沈み切ったって思うときにベールを返してシェーキングを始めるんです。ここで巻きすぎたり引きすぎたりするとラインテンションができた段階で細い PE の糸が水を切ってロッドチップとルアーの間がより直線的に近づいてきてしまいますので、それをなるべくやらない。彼の表現で言うと、ルアーのアクションはロッドワークで作り出すんですけれども、ロッドで動かすというよりはラインで動かすという感じなんだという表現をしてるんですね。要するにシェーキングでロッドをこう震わしてる時にラインがこう暴れるんですね。それが当然ながらラインを引っ張ったり送ったり引っ張ったり送ったりしますので、引っ張った時にほんのわずかのテンションが生まれてジグ自体が浮くんですね。そこから送り込まれてまた沈むっていう、これが非常に方向的に上方向上方向になるんです。もちろん毎回テンションがかかるたんびにラインが水を切っていきますので、そうするとより直線的に近づくんですけれども、その直線的になる前にかなりの距離、そのスローなリズムで誘いをかけることができてしまうっていうのが、彼のラインを選ぶことによってルアーが手前に近づくスピードをより遅くするというところにつながってきてるんですね。で、この時に僕はね、やっぱりそこまで考えてるんだって思ったのは、ラインを素材として PE を選ぶっていうのはものすごくすぐ理解できることなんですけれども、その時にわずかなシェイキングの動きからルアーにアクションを生み出そうとするときには、ノットをループノットにしておいた方が、ほんのわずかヘッドが引っ張られるときっていうのは、テンションをヘッドが感じるときっていうのはヘッドが浅くなるんですね。上側にちょっとだけこう上がる、これが推進を維持していくために必要なんですけれども、上に上がってその後少し下に沈んで、上に上がって下に沈んでって、これを繰り返してくるんですけれども、その時に確実に後ろにくっついてくるワームがそのヘッドを追っかけるように波を打つんです。縦にこう波を打って動きを作り出すんですけれども、その動きを作り出すためにはクリンチノットやパラマーノットのようにセンチノットって言われる、もう愛に締め付けるタイプのノットだと動きが悪すぎると、ループノットにしとくとしっかりと動いてくれるんだということなんですね。この辺のことを考えているからこそ、当然ながらルアーをこれに変えたから優勝できたという話じゃなくて、それを行うための一連のタックルの組み合わせから使っている道具の素材、ここまで考えてるんですね。ですからもっと言ってしまうと、例えば無風の日だったら全然どこから投げても関係ないんですけれども、風が少しでもあるんだとしたら、どの方向からアプローチをかけるのが一番可能性が上がるんだろうということも当然考えるんですね。 PE の場合どうしてもクロスウィンドって言って横風を受ける方向で投げちゃうと、ラインが横に流されてどん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 当たりが取りづらくなるどころか、ルアーが浅くなっていっちゃいますんで、どん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 、それはやっぱり避けたいんですね。そうするとどんな方向があるかっていうと、風に向かって向かい風で投げ込むか追い風で投げ込むかなんです。理想で言えば追い風で投げ込めば、ラインに常に手前から吹いてる風がラインを上側に押してくれますんで、ルアーがほっぽっといてもそう深くズブ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 沈んでいかないんですね。より長い時間、超スローなリトリーブで動きを完全に遅くしながら手前にゆっくり引いてくることができるんです。それはメリットなんだけども、デメリットは何かっていうと、ボートポジションの取り方が追い風の場合には非常に難しくなるんですね。逆に向かい風で投げた場合、この場合にはボートポジションは簡単になりますけれども、ルアーが手前によるスピードは上がり気味になっちゃうんですね。だからその時の状況に合わせて、どこの位置から投げるのが一番賢いのかっていうことも当然考えていると思うんです。そんなこともあって、僕にとってはジェイソン・クリスティの新しいアプローチっていうのは、単に魚が見えてるから釣れたよ、釣ったよ、だから優勝できたよっていう話ではなくて、それを活用するためにそこまでのシステムを作り上げたというところがやっぱりすごいなと思うんですね。
例えば僕の場合、プラグの世界、特にトップの世界って大好きですので、自分でやっていく中、魚が見えたけど食わなかったとか、そういうことがあると、自分の中での変化点の作り方をどう変えていくべきかということを考えてしまうんですけれども、その時にやっぱりね、何らかのアイデアがあるとものすごくやりやすいんですね。新しい釣り方、新しいロッドワークの組み合わせ、いろんなものにつながっていくことってすごく多いと思うんです。僕もね、友達と釣りをしている時によくあるのが、なんで同じルアー使ってるのに内藤さんの方がよく釣れるの?なんて聞かれることもあります。そんな時に僕は、あまりこう、なんていうのかな、明確な答えがないなぁ、なんていう時には、いやいや、日頃の行いですなんてごまかしちゃうこともあるんですけれども、でも確実にやっていることがほんのわずか少し普段とは違うことも多いんですね。実は変化点の作り方、これがやっぱり大きくそこに関与していることは間違いないと思ってるんです。ちなみにヒロさんはライブスコープ興味ありますかって言われたら、僕はね、ものすごく興味あります。もうずっと使ってみたいとは思っているんですが、正直価格的に結構高いということと、今ね、なかなかちょっと手に入らないっていうのも現実あるんですね。そこで僕にとってはまだまだその前にやっておきたいこと、試してみたいことがいっぱいありますので、まだ実際はつけていませんが、いつの日かはやっぱりつけてみたいと思ってます。僕がもしライブスコープを今持っていたら、一番最初に僕がやることは何かっていうと、間違いなく自分のイメージしているリトリーブラインがちゃんと読み通りの深さのところを通ってるかどうかの確認ですね。それはクランクとかだったらば、限界先行深度から逆算してものすごく分かりやすいんですけれども、例えばスピナーベイトであったりとか、バイブレーションであったりとか、自分の感覚でゾーンをコントロールしなければいけないルアー、この辺のルアーはね、今までの経験値から僕はこれで今ここを通ってるはずと信じてそれをやってますけれども、それの確認を目で見ることができてしまいますので、絶対やってみたいと思ってるんですね。もしかしたら少しずれてるかもしれない。ずれていてもそれはね、修正する方向が分かってしまいますので、ものすごく大きなプラスになるんですね。昔を振り返ると、1980年代、魚探がものすごい勢いで普及し始めた時に、魚探は邪道だっていう人たちも結構いたんです。もう俺たちは職業漁師じゃないし、魚探を使わずにやっぱり水の中を想像するロマンがあってもいいって話した人たちもいた。その気持ち分からなくもないんですけれども、僕自身は当時、いや、魚探があれば魚が釣れるという問題ではなくて、魚探があるからこそ自分で自信を持って自分の釣り方、攻めのパターンを決めていくことができると思っていたんですね。ライブスコープをはじめとする現代の魚探、これはね、本当にいろいろな特徴を持って大きく進化したと思うんです。道具は決してそれがあればもう全てが簡単になったなんていうものは少ないと思うんです。それよりかは、その道具をフルに活用して自分のシステムをどう作り上げていくか、その中から自分が目指す魚にどう近づいていくか、ここを組み上げていくのがルアーを使ったバス釣りの面白さだと僕は思うんですね。僕はジェイソン・クリスティが話していたことの中からすごく印象的に残っていること、それは実はね、彼の釣り方はもちろんライブスコープがあるともう点でそれを狙うことができるのも事実なんですけれども、ライブスコープをはじめとして、たとえ魚探を持ってない人でもこの釣り方は本当によく釣れるよということを話していたことなんですね。つまりサスペンディングをはじめとして、どうしてもルアーに反応が悪い魚に対するアプローチの中からプラス1個、こんなことをやってみるとストライク率を上げることができるかもよという一つの方法なんですね。皆さんも自分の釣りをどん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 進化をさせながら、今までこれで釣れたからっていう釣りから一皮脱ぎ捨てて、さらなるもう一歩前進した攻めの釣り、これをね、見つけ出すことをやってみると本当に面白いと思うんです。
それじゃあ皆さんもいい釣りしてくださいね。